どうもお疲れ様です。佐久治さん、中国の旅はいかがですか？まあ仕事にね、それからプライベートにと、なかなか複雑なところがあると思いますけども、まあぜひね、飲み水、食べ物楽しみながらも健康に気をつけられてください。で、今回コンサルの点でちょっとね、ファンダメンタルのことをお話しくださいました。週間取引のことです。だいたい1週間を50週間あるとしても、やっぱりね、ファンダメンタルの勝率って8割ぐらいなんですよ。で、まあほぼ勝つみたいな感じですよね。まあそれは理由は2つあって、1つは徹底的に情報を精査することですよね。で、1週間の予想を立てるとき、単純に言って月曜日の価格よりも上か下か、金曜日の時点でね、それだけなんですよ。だから非常にやり方は簡単です。デイトレードよりも簡単で、まあほぼそれからはそんなに意識しないですよね。意識しないけども、デイトレード同時にしてるじゃないですか。だから一日一日、週間取引で今のところは大丈夫だなとか、この調子でいったら大丈夫だなと、で大きな下落がなかったら大丈夫だなみたいな感じで、で収めていくんですよ。で、投入金額もでかいです。で、損失も起きるときはでかいです。利益のときもでかいです。まあ、だからこれがデイトレードと週間トレードの利益の差を生んでると思います。私の感覚だとね、まあ、いろんな要素はあるんですけども、単純に結果だけ言うと、デイトレードだとやっぱりね、400万から800万の年間売上っていうか利益がだいたい順当だと思うんですよ。でも週間トレードをやっていくと、投入金額もでかいんですけども、だけどもやっぱ2000万とか3000万っていうね、利益につながっていくんですよ。で、週間トレードであんまりにも勝率が悪かったら、これは途中で敗退してやめて、でデイトレード専門になっていきますんで、そんなに大きな傷はないかなと、そういった調整ができやすいかなってところありますよね。だからデイトレードよりもちょっとね、ちょっとっていうかだいぶレベルが上がるんですよ。で、基本的にはテクニカルではないですから、ファンダメンタルなんで、チャートをそんなに見ないです。値動きを確認するためにチャートを見るぐらいの感覚で、チャートの形を持ってどうこうっていうのはないですね。まあ、それはね、やっぱりね、週間トレードになってくると効かなくなってくるんですよ。だからテクニカルが通用するのは1時間とか、まあ、せいぜい4時間まで、あと時間軸が大きくなると、テクニカルのチャートの形どうこうじゃないんですよね。というのが、人間のライフスタイルがそうじゃなくなってきますから。やっぱり人間のライフスタイルでトレードっていうものが成り立つとすると、やっぱりね、1時間とか4時間っていうペースじゃないと、人間はお金出し入れしないってことですよね。将来なんかその AI がメインでFX をするようになったら、これはもう変わってくると思いますけどね。それから時間軸が短いと、これまたテクニカルは通用しません。たまたまダブルトップになる形があったからといって下落するとは限らないですからね。テクニカルはもうね、1分5分15分では全然通用しないと思います。はい、それで理由の2つ目なんですけども、なんで勝率が高いのかってことですけども、それは分からないときはやらないからなんですよ。だから50週間あるとしても、別に50回トライしてるわけではないんですよね。まあ、せいぜい30回くらいじゃないですかね。30何回とかですよね。だから勝負できる日が50回やっても、だいたい6割ぐらいしかやってないんですよ。でもその6割のほとんどが勝つって感じです。で、投入金額もでかい。だから利益が太いって感じですよね。まあそんな感じで解説させていただきました。はい、お疲れ様です。